笹尾東一丁目集会所は、老朽化や耐震性の問題などから、自治会と町が協力して検討を重ね、11月に建て替えが実現されたもので、竣工式には関係者や笹尾東一丁目自治会員など、およそ45人が参加しました。はじめに、笹尾東一丁目自治会の渡辺明彦会長が、住民の悲願が叶い、立派な集会所が完成しました。計画から今日までお世話になった皆様に、心から感謝するとともに、住民の皆さんと大切に使っていきますと挨拶しました。続いて、来賓の水谷敏夫町長が、本日はおめでとうございます。住民の皆さんの悲願が達成できたことに、心よりお喜び申し上げます。新しく建て替わったこの集会所を、皆さんで大切に使っていってくださいと、お祝いの言葉を述べていました。感無量です。本当にもうそれしかありませんね。それとやっぱり皆さんに感謝したいと。当院長の皆さんとか、それから住人の皆さんには本当に改めて感謝申し上げたいなという気持ちです。やはり毎日のようにこの集会場をですね、活動拠点、コミュニティの活動拠点として使っていただけるような、いや毎日もう集会場は誰かが使っているというような、やっぱり活性化したその地域にしていければなというふうに思っています。